皆様こんにちは。大変長らくお待たせをいたしました。お荷物を抱えて皆様お席の方にお着きかと思いますが、そろそろただいまより全国講師オーディション2019ファイナルステージの幕開けでございます。本日のご案内役を務めます、私コミュニケーション改善コンサルタントの藤田由美子と申します。同じく司会を務めさせていただきます、時間管理コンサルタントの石川和夫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて皆様、連続のファンもいらっしゃるかと思うんですが、世の中には有名無名に関わらず多くの講師がいらっしゃいます。私ども実行委員会は、たとえ無名であっても世の中にはもっと多くの人に知ってほしいと、聞き手の心を動かす講師がたくさんいることに気がつきました。志を100年後にも伝えたい、伝える講師を発掘したい、そんな思いで始まった全国講師オーディションはちょうど節目の10回目を迎えました。はい、今年もですね、こちらイノホールには、日曜日にもかかわらずたくさんのお客様に駆けつけていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、会場だけでなくインターネットをご覧の皆様、お時間を合わせてご覧いただきありがとうございます。今年のインターネットによる予選会は、史上まれに見る、大激戦だったと聞いてます。そうですね、予選のスタートから現在までになんと30万人を超える方々が、当オーディションの公式ホームページに訪れてくださいました。はい、今年のインターネットによる予選会では、100年後に伝えたい、そういうメッセージがあると、エントリーくださった方は133名になってます。すごい、はい、でその133名の大激戦の予選を勝ち抜いたファイナリスト12名が本日この栄えあるステージに登場いたします。そしてなんとですね、予選通過された12名のファイナリストの本日の、出演順は先ほどくじ引きで決まったばかりということですね。はい、私たち見てましたね。はい、見てましたね。はい、トップはどなたに決まったのかドキドキしますね。はい、はい、さて今年もですね、会場の皆様の投票と、あとインターネットですね、インターネットをご覧の皆様による投票でグランプリを決定します。はい、ここで会場の皆様へもお知らせでございます。先ほど受付にてお渡しいたしましたお手元の資料を今一度ご確認いただけますでしょうか。お手元の資料の確認をお願いいたします。まずは全国講師オーディションのチラシ、はい、で裏面は本日のファイナリスト12名のお顔写真と、それぞれプロフィールが記されております。チラシ、そして裏面には12名のお顔写真とプロフィールがそれぞれ記されています。そしてもう一つ、これ一番大事です。本日のタイムスケジュール、タイムスケジュールは投票用紙を兼ねております。お手元の A4 の用紙を今一度お確かめいただけますでしょうか。お顔写真がつきましたプロフィールと、そしてこの投票用紙でございます。はい、ではですね、これからなんですが、本日の流れについてお知らせします。はい、まずお手元のタイムテーブル、タイムスケジュールですねと書かれた白い A4 サイズの用紙をご覧ください。はい、こちら右下の投票欄、右下の投票欄と書かれた場所にファイナリスト12名の、名前が載っています。今からファイナリスト12名の出演順ですね、くじ引いた出演、その順をお伝えします。それぞれの名前の右横に順番、出演順番を、ボックスがあります。この場所に出演の順番を書き込んでおいてください。トップはどなたになったのかですね、ドキドキですけどもね。はい、本当です、本当です、ドキドキです。はい、それでは皆さん、お書きいただく準備よろしいでしょうか。発表いたします。トップバッター1番目の出演者は佐藤忠明さんです。佐藤忠明さんです。佐藤忠明さんの横に1というふうにお書きいただけますでしょうか。続いて2番目は国本ひろみさん、国本ひろみさん、このお二人が第1グループとなります。
続いて3番目は石田和弘さん、石田和弘さん。4番目は浅野由香さん、浅野由香さん。このお二人が第2グループです。続きまして5番目高松瑞希さん、高松瑞希さん5番目です。6番目池田拓也さん、池田拓也さん6番目です。この2人が第3グループとなります。第3グループの後には15分間の休憩を予定しております。はい、続きまして7番目ですね。休憩後の7番目の出演者をお知らせします。7番目は川村武明さんです。川村武明さんが7番目。そして8番目ですね。8番目はボイド・ミレさん、ボイド・ミレさんが8番目になります。この2人が第4グループになります。で、次の第5グループ、9番目の出演者ですね。9番目の出演者は山田康さん、山田康さんになります。続いて10番目は坪谷梨沙さん、あ、申し訳ないです、坪根ですね、坪根梨沙さん。で、この2人が第5グループです。で、本日最後のグループ11番目の講演者は平野翔さん、平野翔さんが11番目。そして12番目は秋山武さん、秋山武さんが12番目ということになります。皆様お手元の用紙、投票欄に出演の順番をお書きいただけましたでしょうか。こちらの舞台にも出演順をホワイトボードに貼り出しましたのでご確認いただければと思います。念のため今一度出演順をご確認くださいませ。それではこれよりファイナリスト12名の公演の流れをお知らせします。はい、その前にですね、恐れ入りますが、ファイナリストの公演中お写真の撮影に関しましては公演の妨げになりませんようご配慮くださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。立ち上がって の撮影ですとかフラッシュをたくさん焚いてということですとちょっと気が散ると申し訳ないなと思いますのでご配慮くださいますようお願い申し上げます。はい、では改めましてファイナリスト12名のですね公演の流れをお伝えします。持ち時間は1人10分間です。1人10分間で2人1組として6グループ12名の公演があります。全員の発表が終わった段階で会場にいらっしゃる全ての皆さんに良かったと思った人を3名選んでいただきます。3名選んでいただきます。で、お手元にあるタイムスケジュールと書かれた用紙の右側にある投票欄、この右側にある投票欄にある名前の、上から丸印を3つつけてください。はい、3人のお名前に丸印をつけた投票用紙は6グループ12名すべての公演が終わった後会場の入り口受付に置かれている投票箱へご自身の手でお入れくださいますようお願いいたします。投票用紙はご自身の手で投票箱へお入れくださいますようお願いいたします。お願いいたします。インターネットからライブの映像をご覧の皆様には現在ご覧のページをですね下にずっとスクロールしていただくと会員 ID を入力するボックスがございます。今年の予選会インターネットの予選に参加された方はその時にお使いになった会員 ID を本選でももちろんご利用いただけます。また、予選の投票に参加せずですね本選からインターネットにご覧になってインターネットでご覧になっている皆様は、はい、サポーター会に、登録されると、本選の投票に参加することができます。視聴の方は無料で、参加できますのでね、はい、でもきっと聞いたら、投票したくなると思いますので、ぜひご参戦ください、はい、でファイナリスト12名をですね、全員の発表が終わった段階で、会員 ID を入力し100年後に残したいと、思ったお目当ての講師の、お名前を先頭にある四角のボックスね、四角のボックスをクリックして、はい、選択してください。はい、なお投票に使用する会員 ID をお持ちでないという方、もう本選見て心が動いた投票したいと思った方は大変恐れ入りますが本日の16時までにご購入をお願い申し上げます。
投票の時間帯は16時から16時45分、16時から16時45分のこの45分間です。ぜひ漏れなくご投票いただきますようお願いします。そして最後までお付き合いください。それではですね、開会宣言の前に、本日の審査委員と、ご来賓の方々のご紹介をさせていただきます。お名前をお呼びしますので、恐れ入りますが、席をお立ちになり、その場でご一礼をお願いいたします。株式会社アークスリーインターナショナル取締役執行役員神山明様。株式会社富士産経ビジネスアイ執行役員販売本部本部長赤石英二様。そして、メディア業界の方々も多数お越しいただいております。誠に恐縮ですが、代表として3名の方をご紹介いたします。はい、株式会社テレビ静岡シニアプロデューサー山本一郎様。株式会社ダイヤモンドビッグ社前代表取締役藤岡久志様。株式会社タイムスピーカーズ .jp 取締役佐保光圀様。続きまして出版業界の方々も多数お越しいただいております。お時間の関係もございますので代表として2名の方ご紹介させていただきます。株式会社角川ビジネス生活文化局ビジネス部ビジネス編集課編集長藤岡武也様。株式会社絆出版代表取締役社長桜井秀則様。皆様ありがとうございます。さて本日はこの他にも特別なゲストをお二方お招きしています。お一人目はこの全国オーディションから出たスター、全国講師オーディション第6回のグランプリ受賞者、現在は大分県内で最も歴史のある専門学校の校長先生をお務めでいらっしゃいます津田剛様。あら、後ろの方に会場入り口の方にいらっしゃいますね。はい、はい、そして特別ゲスト2人目の方は、働く女性の応援団、株式会社新規開拓代表取締役朝倉千恵子様、よろしくお願いします。はい、お二人にはイベントの第2部におきましてショート講演をお願いしております。皆様ぜひお楽しみになさってくださいませ。それでは今回全国講師オーディション2019の開催にあたり、審査委員長の大谷百合子様より開会の宣言を頂戴したいと思います。どうぞ盛大な拍手でお迎えくださいませ。はい、本当に毎年どうもありがとうございます。おかげさまでなんとか10回を迎えることになりました。もう本当にいろんなことを言う人がいるんですよね。これやって無駄じゃないかとか、これ何の意味があんねん、でも悔しかったら主催者やってみとか私は言いながら、ね、本当にいろいろあるんです。でもね、こうやって応援してくださる皆さんがいてこそ本当にね毎年やれるんで、やっぱりここから一人でも二人でもやっぱりスター出していきたいなっていうのと、もう一つやっぱり私たちはキャリア教育っていうのをやってて、世の中にいろんな考え方があるんだよ、いろんな生き方があるんだよ、いろんなね世界があるんだよっていうのを伝えたいなと。今年はね本当にシリコンバレーからのね参戦もあったんで、とにかく楽しんでいただけたらとっても嬉しいかなと思います。ただ皆さん非常に緊張してます。大切なのは皆さんの笑顔です、拍手です、ね、皆さんが応援団となって彼女たち彼らを応援していただいたらとっても嬉しいなと思ってます。今年も長丁場ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。大谷様ありがとうございました。はい、皆様ありがとうございます。さあそれでは参りましょうかね。いよいよファイナルステージのスタートです。
トップバッターご紹介申し上げます。トップバッター佐藤忠明さんです。10分間のタイトルは自分の探し方です。佐藤さんどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。くじ運がいいのか悪いのか分かんないんですけども、昔からのトップを引くことが多い佐藤忠明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いきなりで恐縮なんですけれども、ちょっと面倒くさい質問してよろしいでしょうか。僕何歳に見えますか？すいません。25。ありがとうございます。メガネかけるとちょっとあれなんですけど、僕こう見えて31歳なんです。あ、当たった方いらっしゃいますか？地味にいいことがあると思います。ドアノブの静電気起こらないとか、ちょっとそういういいことあると思うんで、はい、おめでとうございます。はい、すいません。で僕20代ちょっと振り返ってみたんです、自分の。そしたらほとんど記憶がないんですよ。で物忘れする年頃ではさすがにないので、なんでかなと思った時に、なんか没頭するものに出会えなかった。自分ってこのままでいいのかなとか、何やりたいのかなと、今時の若者が思うようなことだと思うんですけども、僕もその一人で本当に記憶がなかったんです。例えばこの中に自分ってこのままでいいのかなとか、あるいはうすうすやりたいことがあるけれどもちょっと半ば諦めちゃってる、そう思ってる方いらっしゃいますか？なんかちょっとこのままいいのかなみたいな、あれ周りにいたりしますか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このわずかな時間なんですけれども、会場の皆さん一人一人に勇気を持って自分 の生き方を貫くために一歩踏み出す勇気というのをちょっと心に灯したいと思いますので、ぜひ僕の話を、耳で聞くのはそうなんですけども、イメージ心で感じていただけると幸いですので、よろしくお願いします。で僕高校教師やってるんですけれども、こう見えてじゃないですけど結構上がり症なんです。ままですかね。どんくらいかというと、僕高校生の時ですね、僕は高校生の時誤名されるじゃないですか、クラスごとに、佐藤忠明はいみたいな、誰も見てないんですけど僕一人だけ足ガクガク触れてるんですよ。誰も見てないんですけどね、学生の時です。で今度は僕今年の3月高校3年生送り出したんですけども、今度は誤名する側ですよね。わかります。感動的にやっぱり卒業式を、完成させない、やっぱり生徒に申し訳ないんで、本当に誤名とか名前間違っちゃいけないんですよ。なので保護者、生徒の前、そして先生方の前で、自分のクラス の生徒の名前呼んでいくんですけども、もう足ガクガクなんです。わかります、気持ちで。本当にだから本当に生徒はすごい感動してるんですけど、僕としても地獄なんですよ。本当に卒業し地獄なんです、本当に。で実はちょっとこのちょうど1週間前なんですけど、あがり症克服のためにカウンセリングをちょっと受けてきまして、はい、ちょっと今日これどう出るか分かんないんですけど、はい、そのくらい本当に上がり症なんです僕、はい。ただ僕使命っていうのがあって、やっぱ人前に立って教育で子供だけではなくて大人の方々もやっぱハッピーに、心は好景気にしていこうと僕モットーがあるんですけども、本当になんかそれが使命って今すごい思ってるんです。だから人前正直苦手なんですけども、こうやって堂々としては分かりませんが、僕なりは堂々として話せてるわけです。ただやっぱ神様って試練与えたなと本当思いますね。人前立つの苦手なのに、やりたいことが人前立つことってちょっとよくわからないですよね、なんか。ただそんな僕もですね、実はやっぱ20代何やりたいか本当に分かんなかったんです。本当に分かんなかったです。で、大学中、とりあえず教師になろうと思って、で教師になるならすごい GTO みたいな、全然ヤンキーじゃないんですけどGTO みたいなすごい教師になろうと思って、4年間文武両道しようと思って、勉強と武道を頑張ったんです。4年間サークルも入らずにです。で勉強はやっぱり毎日欠かさず3、4時間くらいカフェで勉強して、で成績もトップ大学ですね、トップクラス取ったりして、
あるいはあの僕平和主義なんで痛んで嫌いなんですよ。注射と殴られるの嫌いなんで、あの本当にその平和主義なんですけども、格闘技でちょっと心鍛えようと思ってあの空手やって、まあ、黒帯を取ったわけです。ただですね、僕こんなに頑張ってたんです、4年間って自分は思ってたんですけど、あの周りの友人を見てしまった時に、周りの友人は本当にそのキャンパスライフ大学生を楽しんでるんですよね。で、まあ、僕は4年間これ頑張ってきたから社会人になったらこいつら抜くぞと、こいつら活躍するぞと思ってたんですけど、あの当時あの遊んでるのに大手なんなら本当に外資系の大手なり、あの決まっていく姿を見てしまったんです。なんか本当に順風満帆っていうか、僕そこにすごい当時ですよ、劣等感感じちゃって、なんで俺こんなに頑張ってんのに、なんかそんな辛いことし頑張ってきたのに、なんかこいつらよりなんか下なんじゃないかとか、あるいはなんでこいつら逆に遊んでんのにそんな人生うまくいっちゃってんのみたいな、まあ、当時僕はやっぱり努力すれば報われると思ってたんで、努力してないやつがなんで報われるのって なってしまったんですね。そこからあの僕なんか教師って割に合わないと思ってしまって、はい、そこからなんですよね、僕の人生本当に分かんなくなっちゃって、あの公立の教員受けたんですけども1年で辞めたんです。はい、でその後塾講師になったんですけども、これやっぱり1年で辞めました。でじゃあ今度教育以外やろうと思って、あの生命保険の営業やったんですけども、これも3ヶ月辞めました。はい、でその後また塾講師戻るんですけど、まあ、これやっぱり起業しかないなと思って当時ですよ。であの休みの日と給料ほぼ全部自己投資に費やして、で、まあ、切磋琢磨自分らしたんですけども、あの気がつくと起業すらできてないし、プライベート楽しくないし、あの仕事もうまくいかないし、収入も増えないし、なんか人生全然なんか頑張ってるのに余計なんか悪い方向行ってるみたいな、わかりますかね。もうそんな、ことを7年くらい繰り返してきて、で、まあ、7年くらい繰り返してきたんですけど、さすがに僕自身もこれ生き方間違ってんなと、まあ、7年かかったんですけどそう思ったわけです。でなんで間違ってんのかなと思った時に、やっぱりあの抑え込んでいた教育であの大人や子供ハッピーするっていう、やっぱその使命を抑えてたんですよ。やっぱ見え、こんなに頑張ってんだから友人たちよりも収入も高く、なんか名誉ももらわなきゃダメだとか、そういうものをあの求めて今までやってきたんで、使命って本当に抑えつけてたんですね、使命を。だけどもうこんなにうまくいってないんで、その使命をあえて従う、使命に従ってちょっと生きてみようと思って、まあ、3年前に改めて教員になったんです。もう全見えも全部捨ててです、もういいやみたいな、まあ、ちょっと自暴自棄もあったかもしれないです、もういいやと、もう自分の教育熱で、まあ、人生終わってもいいやと、そんくらい思ったんです。ただですね、あの教員になって今3年目なんです。あの公立はちょっと別なんですけど、今の学校で3年目なんですけど、この3年間ですごいあのミラクル、奇跡ですね、僕起こったんです。本当にミラクル起こったんです。何起こったかっていうと、この3年間で、まあ、その今までの人生では絶対に会えない、お会いできない方々とお会いするチャンスがたくさん生まれたんです。本当に絶対にお会いできない方々と、あとは、まあ、10年前が当時、10年前、7年くらい前ですかね、あのいつか出そうと思ってた電子書籍、今月出すことになったんです。僕的にはすごいんですよ、ありがとうございますそして今日です。皆さん、ね、500人以上の前で本当に誰が僕がスピーチすると想像できたでしょうか。僕も想像しなかったです。僕が本当に今もう夢の中です。はい、やっぱりあの思いを形にする、そのために行動すると縁がやっぱ生まれるんですよね。でその縁を大切にするとまた縁が生まれるんですよ。でその繰り返しでミラクルがある時起こって、当時の自分じゃ考えられないような思いを形にすることがやっぱ実現できると、僕は本当にそう痛感しました。やっぱり僕が今日自分の探し方で伝えたいことは、思いがあるなら行動あるのみ、それだけです。
ぜひ今日から思いがあるならば、あの思い形にする行動を一歩、勇気を持って一歩踏み出して行動してください。以上となります。ご清聴ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてまいります。お二人目は国本ひろみさんです。10分間のタイトルは、手相に学んだ大切な人を幸せにする方法です。国本さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、国本ひろみと申します。私は神戸で手相占いをしています。特に子どもの手相を見るのを得意としていまして、子どもの才能の発掘やお母さんの子育ての悩みを手相を使ってカウンセリングをするというのをしているんですね。で、よく手相で聞かれるんですけれども、私何歳まで生きれますかとかね、この生命線が短いんですけれども、早死にますかとか言われるんですけれども、そんなん全然関係ないですからね、大丈夫、死ぬまで生きますよ言うてお伝えしてます。それからね、頭脳線が短いと、あ、頭脳線とかわからないですよね、ちょっとお伝えしますね。今言ってた生命線っていうのはこれなんですけれどもね、これ短くなくても早死にませんからね。それから頭脳線が短いとアホですかっていう人いるんですけれども、それも関係ないですからね。でね、手相ではね、いろいろその人の性格とかがわかるんですけれども、例えば感情線っていうのがあります。感情線、こう長い人、これ私なんですけれどもね、これが長かったらなんか人の役に立ちたいとか、なんかやってあげたいっていう人なんです。で、実はこれ私ちょっとやりすぎて事件が起こりました。何が起こったかというと、私子供3人いるんですけれども、この一番上の子が高校生の時に不登校になって、そこから引きこもりになったんですよ。で、これはどうしたもんかとすごい私悩んで、なんでやろなと思ったら分かったんです。このせいやったんです。ここに書いてあったんですよね。で、これ手相の勉強していて面白いなって、自分の行動とか思いがこの手のひらに出ると面白いなと思って、これお母さんたちに子育てに役立てるために伝えたいと思って始めたんですね。で、この間もですね、友人が赤ちゃんを出産しましたって言ってフェイスブック投稿上がってきたんですよ。で、読んでたらね、この子がね、ちょっとちっちゃかったみたいなんです。お母さんすごい心配して、私のあれがあかんかったんかな、これせえへんかったからかなってね、心配してたんですけれども、助産師さんが言ったそうです。お母さんのせい違いますよ、この子はこの子の事情があってちっちゃく生まれてきたんだからって言って、事情って何って言ったら、実はこの子もともと双子やったんですって。双子やからお母さんのお腹の中でお部屋が2つあったんですね。だから生まれてくるときに、その生まれてこなかった分のこのスペース空けてたよーいうことやったんです。お母さんそれ聞いて感動して、そうか、この子は生まれなかった子供のこともちゃんと覚えるような、家族が覚えておくような生まれ方したんやなー言うて感動して、私も感動しました。この感情線が見たい言うたんです、その赤ちゃんの手相でね。生まれたての赤ちゃんにも手相あるんですよ。ちっちゃいちっちゃい手相の写メ送ってって言って、そうそう、私ね、写メを送るだけでオンライン鑑定をしてるんですね。で、写メ送ってもらいました。その赤ちゃんの手相どんなんかって言ったら、マスカケ線って言うんですけども、マスカケ線って聞いたことありますか？まるでね、ひらがなの手、こんな感じ、こんな手相をしてたんですね。でね、これどういう意味があるかって言ったら、情に熱くって男前で、で、自分では普通の当たり前のことをしてるんですけれども、周りに気づきを与えたり勇気を与えたり、すごい影響力のあるタイプなんですね。だからこの赤ちゃん、ちっちゃいけれどもめちゃめちゃ影響力大きいんですよ。でも、もちろんお母さんにそのことを伝えました。すごい喜んでくださいました。さて、手相業界に入って気になったことがありました。すごいいい手相を持ってはるんですけれども、なんかもう一つ生かしきれてないっていうか、よくね、金運のこととかも聞かれるんですけれども、金運線財運線バッチリあるけれども、お金ないお金ない言わはるんですね。ちょっとせっかくですから、今日皆さんの金運チェックしてみたいと思います。線以外にもチェックすることができまして、ちょっとね、いい
ねってこんな風に親指を出してもらえますか。ありがとうございます。このね、親指の反り加減で自分のお金との向き合い方が分かります。でどんだけ反ってるかっていうのはお隣さんとかね、ちょっと見比べてみてくださいね。反り具合が人によって微妙に違うんですけれど、はい、ありがとうございます。では発表します。この親指がよく反る人っていうのは柔軟な考え方ができるんです。それでお金をよく稼ぎます。でお金回すのが上手なんですよ。たとえここにお金がなくてもあるいう顔します。であんまり反らない人は実直タイプ、コツコツですね。お金あるねんけれどもないねん言うて、貧乏暇なし言うて、またがっぽり稼ぐいう感じですね。あとね、ついでに言うと、こうした時にここがすごい開く人がいるんですけれどもね、こうした時にこの間なんですけどね、これって強力なパトロンとかサポーターに恵まれるこんな人ですね。どうでしょう皆さんは。結局ね、みんなね、あ、そうですね、前のお席の方開いてますね。強力パトロンがいらっしゃるかも分かりません、こんな風にね、皆さんすごい豊かなんですけれども、ないないっておっしゃるのなんでかなって思ったら、もしかしたらですね、どっかでもらえるものを取り損なってるのかもしれないと思いまして、どういうことかって言ったら、例えばね、サーカスの象の話があるんです。あの関西のおばちゃん、ちょいちょい話飛ぶのでついてきてくださいね。サーカスの象が逃げないのは、ちいちゃい時に鎖につながれてたので自由に動き回れなくって、大きくなってからももうこの範囲でしか行動できないと思い込んで、だから逃げないんだっていう話なんです。こんな風に私たちも自分自身に鎖をつないでしまってできないって思い込んでることはないかな。やったらダメ、やったら大変なことになる、何が大変なことになるって言ったら、迷惑かけるかも、嫌われるかもって言って、相手の価値観を優先して自分が動けなくなっている、身動き取れなくなっていることはないですかっていうことです。でね、まさに私が子供にしていたのはやりすぎの心配という名の愛情の鎖やったんですね。で親ってね、大体まあ子供のこと心配しますよね。でも子供にしたらなんか信用してないように思うんですよね。で、このね、ある朝子供を起こしに行った時に、ちょうどねお布団から子供の手のひらが出ていたのがちょっと見えたんです。その手のひらに私はこんな線を見つけました。太陽線って言います。太陽線というのはこの薬指のところにあるんですけれども、この薬指を見つけた時に思ったんですね。これどういう意味かって言ったら、たとえ回り道をしても、自分のやりたいことはやりますよっていう、そういう線なんですね。で私これ見て安心したんですよ、と同時に気づいてしまったんです。ああそうか、私安心したかったのかって、私が安心したいからあんた学校行きなさいよ、私が安心したいからあんた勉強しなさいよ、早寝なさいよ言ってたことやってんなと思って、この子にはこの子の人生を歩んでほしいって思いながら自分の思い通りにしようとしていたことに気づいた時、よかれとしてやっていたことがいかに間違いかということが分かりました。その間違いを受け入れて、どんな状態の子供も任せて、信じて任せようと思った時に子供が動き出しました。8年間誰とも喋らずに5年間引きこもってた子が突然一人暮らしを始めたんです。そして自分で仕事を見つけて、その稼いだお金で運転免許も取りました。不登校とか引きこもりとか、それ自体は嬉しい出来事ではなかったですけれども、子どもの手相を見たいって始まったことから、今では3000人以上の皆さんの手相を見せていただくことになりました。この手のひらに現れている言葉にならない思いを言葉にして伝えるのが今の私の仕事です。不思議なことに、これは昔の私だなって思うことにもよく出会い、大切な人の幸せを願いながら空回りしている人の気持ち、すっごくよくわかるんです。何とかしてあげようとする気持ち、わかるんです。それは紛れもなく愛ですよね。
でも残念ながらやればやるほどその人の成長する機会を奪ってしまうんです。愛がなんか違う形になってしまった。その間違いを認めるっていうのは勇気のいることです。実際に私が子供の成長を一番に願っていたのに、いつの間にかその成長をどんどん奪っていたということに気づいた時には本当にショックでした。でも認めようと思って勇気を出したのは、私が間違ってるとか正しいとかそんなことはどうでもよくって、この子が自分の道を自分の足でどれだけ楽しく歩んでいけるかだ、それが大事だからと分かったからです。最後にかの松下幸之助さんがついてきてくださいね。アイロンを使いたいお姉さんと本を読むために電灯をつけたい妹さんが喧嘩するのを見て二股ソケットを作ったそうです。私は愛を伝えたいお母さんと自分の足で自分の人生を歩んでいきたい子供とどちらも幸せになる手相鑑定をしたいと思います。機会があればぜひ皆さんの手相も見せてください。今日はご清聴どうもありがとうございました。はい、国本さんありがとうございました。それではここで審査員の方々に好評をいただきたいと思います。では藤岡武也様お願い申し上げます。お二方お疲れ様でした。ありがとうございます。大変面白かったです。株式会社角川で、ビジネス書と、あとはビジネスセミナーという、セミナーの統括をしております藤岡と申します。まず、それぞれ、感想を述べさせていただきたいんですが、佐藤さんから。はい、はい、私その本の編集 と、セミナー事業両方とやってて、なんか重要なものって似てるなというふうに思ってるんですけども、はい、いくつか共通点があって、一つはそのまずターゲット設定、誰に対して何を言うかっていうところで、二つ目はそのいかにそのストーリーにこう共感がこもっていて聞く人とかこう読む人の心を動かすことができるか、で3つ目はそのストーリーの中にいい意味での驚きがどこまで入っているかっていうようなところが大事だなというふうに思ってるんですが、そういう意味で佐藤さんのお話を伺って、最初かなりそのご自身の身近な話、はい、からいろいろお話を展開、なさっていたので、おそらく同じような経験をされている方ってこの会場の中にもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう意味で共感を得られるようなストーリー展開であったんではないかなというふうに思いました。はい、でさらにあると良かったかなと思うのは、そのご自身の話がかなり多めにあったかと思うんですけれども、はい、多分聞いてる方の中でそのこれはその何というかターゲット設定というところにつながるのかもしれないですが、その話が聞かれてる方とどういうふうにつながる、でそのつながったことによって聞かれてる方の人生がどういうふうに変わるかみたいなですね、そういうところまで、イメージをなさってお話をされると、さらに何というかターゲット設定という意味で、よりその伝わるようなお話になるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、で国本さんなんですけれども、はい、大変面白かったです。ありがとうございます。はい、最初手相と未来ってどういうことなんだろうと思ってですね、ちょっと怪しいんじゃないかなっていうような印象も持ちながらお話聞き始めたんですが、ストーリーのこう組み立て方がこうやっぱ抜群にうまいというかですね、引き込まれたのと、あとはそのいやお上手だなと思ったのは、そのストーリーの中にその自分自身 の、 そのライフストーリーっていうのをうまくこう重ね合わせてお話をされたんで、それ自身がこう自己紹介にもなってるみたいなですね、すごくこう上手なご説明をされたんじゃないかなと。であと先ほど申し上げたその編集において重要なことっていう観点で言うと、共感と驚きっていう観点から言うとですね、やっぱり間にその金運の話をこう入れられて、ちゃんとこうみんながやれるようにして、あ自分がそうなんだなっていうところでこう共感を得られるっていうような構造にされたのは、とっても素晴らしいアイデアだったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。お話も
話の区切り方とかも大変聞きやすくてですね、我々セミナー事業もやっておりますので、ぜひ何かその一緒にお仕事できるような機会があればなというふうにも思いました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。藤岡様ありがとうございました。佐藤さん、国本さんありがとうございました。では続いてまいります。第2グループ3人目の方は石田和弘さんです。10分間のタイトルは言葉の力。それでは石田さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。関西でアナウンサーをしております石田和弘と申します。まずはですね、こちらのシーンをお聞きください。舞台は千葉マリンスタジアムです。プロ野球セパ交流戦、千葉ロッテ対阪神の一戦です。9回の表、阪神の攻撃、7対3と阪神タイガース4点をリードして、バッターボックスには原口が入っています。ワンボールツーストライクと追い込まれていますが、投球次が4球目、第4球を投げました。打ちました。いい当たりだ。いい角度で上がっている。レフト方向、打球が伸びる、打球が伸びる。レフト下がっていってジャンプするが、頭の上越された。フェンスダイレクト、三塁ランナーホームイン。そして打った原口は一塁キャンバスを蹴って二塁へ、ヘッドスライディングセーフ。原口見事なタイムリーツーベースで阪神追加点。ありがとうございます。私アナウンサーとして18年間こういうスポーツ実況という仕事をさせていただいております。ただ、今日はこの実況を披露しに来たわけではございません。このスポーツアナウンサーとして仕事をするときに意識しているスキルの中で、令和の時代に活躍するにあたって非常に皆さんにとっても重要なスキルがあるんです。今日はそのスキルをぜひ持ち帰っていただきたいなと思っております。そのスキルというのが物語の語り方、背景のストーリーを言葉で伝える力です。令和の時代というのは、非常に個人が輝く時代というふうに言われています。個性が重要だということも皆さん何度も聞いたことがあるかもしれません。これまでの時代というのは組織に属して、例えば会社の使命だったり理念だったり目標だったりに邁進する中で、会社が定年まで就職を保障してくれて、そして安定した生活を送ることができる、そして終身雇用の中で定年退職をして老後を過ごすことが一つの幸せの形だったかもしれません。ところが最近では非常に変化のスピードが速くなりました。情報やビジネスモデルの賞味期限というのも非常に短くなっています。その結果、残念ながら会社の寿命も短くなってきてしまいました。ですから会社や組織が一人の長い人生を最後まで保証することができなくなっています。となるとどうしなければいけないかというと、個人で頑張らなければいけない、個人が個性を発揮しなければいけない、そしてタフに生きなきゃいけないという時代に令和からはなっていこうとしています。そして同時に個人にとって有利な社会状況も出てきてますよね。例えば SNS、 そして YouTube、 これまでマスコミにしかできなかった情報発信が個人の力で世界に発信することができるようになりました。例えばクラウドファンディング、個人の思いや志でたくさんのお金を集めることができるようになりました。個人の力で世界を変えることができるようになった時代でもあります。ただし自分のやりたいこと、自分の志、これをただ伝えるだけで周りの人たちや世の中が動いてくれるかというと、そんなに簡単ではもちろんありません。その中で一つ重要だと言われるのが、その思いや志の元になっているストーリーを語ることだというふうに言われているのは皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。商品やブランド、企業ですら今はブランディングストーリーと
というものを非常に大切にするようになっています。それを個人も大事にしなければいけない時代が来たということですよね。例えばなんですが、実は先ほど僕が実況したシーンの主人公、阪神タイガースの原口文仁選手には大きな物語があるんです。今日は関東の方ですから、もしかするとご存じない方ばかりかもしれませんし、野球に興味がない方は知らないかもしれませんが、原口選手ご存じの方どのくらいいらっしゃいますか。あ、3割ぐらいいらっしゃるんですね。そうでない方もちょっとぜひこの原口選手を覚えていただきたいのでご紹介したいと思います。この原口選手は実は去年の12月、26歳の若さでがんと診断されました。大腸がんでステージ3まで進行していたということです。ちょうど選手としても脂が乗ってきた時期で、2年前には結婚もし、お子さんも生まれて、公私ともに順風満帆な時でした。その中での衝撃的な事態でしたが、原口選手は会見でこんなことを話したんです。今僕がプロ野球選手という立場でこの病気にかかったことは僕の使命だと思います。同じような病気で苦しむ人々、家族の方々の夢や希望となれるように治療に励み、そして必ず前を向き続けたいと思います。普段から原口選手、本当に真面目な選手なんですけれども、全く弱気なところは見せませんでした。そして見事に闘病生活を続け、抗がん剤治療も乗り越えて戻ってきたのが冒頭にお伝えしたシーンだったんです。改めてこのシーン、ストーリーを重ねながらお聞きいただきたいと思います。さあ、千葉マリンスタジアム9回の表、阪神の攻撃、おっと、三塁ベンチから原口が出てまいりました。原口が今ヘルメットを取ってレフトスタンド、ライトスタンドに大きく一礼をしました。ああ、そして千葉マリンスタジアムからは敵味方関係ありません、大きな拍手が送られています。まさに原口お帰りなさいというこの大きな拍手、原口がついに一軍の舞台へと戻ってまいりました。20代の若さでがんと戦う中で、原口選手は命の有限さを感じたといいます。そしてこれまでは野球の悩みが非常につらかった、でも野球の悩みなんてなんて小さいんだと思うようになったと話します。そして原口選手は、野球で悩めることは同時にすごくありがたいことなんだと感じるようになったそうです。原口選手の今目の前に広がっているこの光景は、これまでと違う景色かもしれません。原口選手にとってここが野球人生第2幕のスタート地点です。さあ、復活のタイムリーを放てるか。ワンアウトランナー三塁、ワンボールツーストライクから投球4つ目、第4球を投げました、打ちました、いい当たりだ、いい角度で上がっている、レフト方向、レフトが下がる、思いのこもった打球はフェンスダイレクト、三塁ランナーホームイン、そして打った原口、一塁キャンバスを蹴って二塁に向かう、懸命なヘッドスライディングはセーフ、原口文仁、ここに復活、不撓不屈の男が今輝きを取り戻しました。阪神ファンにとっては今年で一番感動したシーンの一つだったかもしれません。野球に興味がなかった方も、このストーリーを重ね合わせることで原口選手のことを応援してみたいなって思っていただけたんじゃないでしょうか。原口選手、この後オールスターにも出まして、なんと2試合でホームランを2本放って、本当に日本のプロ野球ファンを今年は感動させてくれました。ぜひこれからも原口選手、皆さんも応援していただきたいと思います。この原口選手の思いが多くの方の共感を呼びました。野球に戻りたいだけではなくて、がんで苦しむ多くの方々の役に立ちたい、その使命感に多くの人は心動かされ、その復活のストーリーに、共感し感動したというふうに言われています。そして皆さんのやりたいことや志にも必ずきっかけとなるストーリーがあるはずなんです。ただ事実を伝えるだけではなくて、こんな風にストーリーと重ね合わせることで多くの人の心を動かすことができるようになります。こういう話をすると皆さんがよくおっしゃるのは、私はそんな大きな病気もしたことがないし、そんな大きな壁にもぶつかったことがないし、特にネタがないんですよね、とこうおっしゃいます。でも人生が動くきっかけって意外と小さなことだったり、
些細な一言だったりするものです。大切なのはその小さなストーリーを忘れないことです。そしてそのストーリーを言葉に変えていつでも引き出せるようにしておくことが重要なんです。もしかすると今日このステージにもきっとたくさんの物語があると思いますし、ここから始まっていく皆さんのストーリーというものもあるかもしれません。ぜひ皆さんの志を実現するための素敵な物語でたくさんの人たちを巻き込んで、ぜひその夢を実現していただきたいと思います。物語の力、そしてストーリーの力、言葉の力でこれから日本を私も元気にしていきたいと思っております。アナウンサーの石田和弘でした。ありがとうございました。石田さん、ありがとうございました。さあ、続いてまいります。4人目の方は浅野由香さんです。10分間のタイトルは人生100年、夫婦の愛が続く魔法の会話術です。浅野さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。夫婦問題の専門家、浅野由香です。もうプロのアナウンサーの方の後は本当にやりにくいんですが、ぜひ口角を上げて10分間お付き合いください。さて、人生100年時代、ついにそんな時代がやってきました。100年続くということは夫婦で過ごす時間も長くなるということです。夫婦の時間が長いと夫が嫌とか妻とは気が合わない、そんな人と一緒に暮らしていくの嫌ですよね。そんな場合はすっきりと妻の人事交代、夫の人事交代として新しいパートナーと新しい人生をスタートするのもいいことだと思います。あなた、夫婦問題修復カウンセラーのくせに何言ってんの？そう思う方もいらっしゃると思いますが、でも全ての方が修復できるわけではないんです。私のところにご相談に来る方、3分の1の方は修復できずに離婚を選ばれます。ただし修復のためにすごく努力をしますので、後悔もないし円満な離婚をされます。ですから、もう妻飽きちゃったとか、あっちの男性のが素敵とか、そんな理由で離婚はしないでください。一度は愛した人です。今のモヤモヤはボタンの掛け違いだけかもしれませんので、ぜひ修復にトライしてみてください。ただし修復に向かない方もいらっしゃいます。それがモラハラ男性です。私はモラハラの専門家です。ですから男性からのご相談も受けます。先日は妻から、あなたはモラハラだからもう離婚する、でも僕は離婚したくないからあなたのカウンセリングを受けます、ただし何月何日何時その日しか行けない、どうですか？これ自分の意見を通して相手の意見を聞かない、これがモラハラなんです。他の方は妻のために努力をしたのにちっとも修復できないじゃないか、どれぐらい苦労な努力なさったんですか、3日だ、3日も妻の話を聞いてやったのに、それ俺は自分の意見を言わないで我慢してやったのに、妻は俺の気持ちは全然理解しないんだ。3日で何が変わりますか。その上、妻の話を聞いてやった、そして俺は話を聞いてやった、そのやったという気持ち、これがモラハラなんです。ですからモラハラ男性のために修復の努力をしてもちょっと可能性は低いと思います。そして皆さん、なぜ夫婦のコミュニケーションうまくいかなくなると思いますか。それは会話が少なくなるんです。なんと日本人の会話平均で30分以下だそうです。私のところにご相談に来る方はだいたい15分以下から0分という方もいらっしゃいます。そして世界比べてランキングというテレビ番組で夫婦の会話の時間をやっていたんですが、1位がオランダ、4時間23分、そして2位から5位ぐらいまではだいたい2時間前後、日本はもちろんビリケツ、
最後でした。日本人もともとコミュニケーション下手です。でも仕事の相手やそして会社の相手だと何とか話をしようと思って頑張るんです。でも妻や夫になると努力をしなくてもいい、そう考えてしまうんですね。ですからどんどん会話の時間が減るんです。その会話増えたらどう思いますか？その会話を増やす面白い簡単な方法があるんです。それが会話をクイズ形式にするこの方法なんです。本当に何でもないことをクイズにするんです。例えば、ねえあなた、私お昼ご飯何食べたと思う？そんなの知らないよ。いいじゃない、答えて。何だと思う？パスタ。当たり。じゃあね、今度あなたのお昼ご飯当てるね。親子丼？違う。じゃあ分かった、とんかつ定食でしょ。違う、最近胃が痛くてそんなの食べらんない。そうなんだ、じゃあね、イタリアン？違う、最近仕事が忙しくてそんなお昼に時間取れない。どうですか皆さん、たったお昼のランチメニューだけでこんなに会話が伸びました。その上、お気づきでしょうか、ご主人の最近胃が痛い、そして仕事が忙しいという2つの情報を得ることができたんです。これ話しかけなかったら得られなかった情報です。ですからもう勇気を持って話しかける、本当に何でもないことで大丈夫なんです。でもそんなの分かってるけど、自分が話しかけたって妻は返事をしてくれないんだよ。いや私が話しかけたって夫無視するんだもん。そうおっしゃいますよね。分かるんです、私もそうなんです。うちの夫、ねえねえって話しかけてもうるさいとか仕事忙しいと言って、だいたい5回に1回しか返事をしてくれません。ああもうこんなんだったら話しかけない方がいい、どうせダメだしもういいや、そう思って D 言葉で考えてしまうんです。だからでもどうせ、でもそれをやってたら何も変わらないんです。宝くじだって買わないと当たらないんです。ですから会話も話しかけないと、そこから会話が楽しくなるかどうかわからないんです。ダメだっていいじゃないですか。もうそんな私は自分のプライドとか全部脱ぎ捨てて、もう話しかけてダメならダメでもういいや、いつか話ができる時があるかな、そう思ってます。何回話しかけてもダメ、そんな時は先ほど言ったように夫婦の人事交代の時かもしれません。ではこうやって話ができたとします。その時に話を盛り上げる方法は何だと思いますか？そうなんです、相槌なんです。相槌がないとやっぱり会話って楽しくないんですよね。ですからもう話をしてもらったら、そうだねって聞いてあげてください。そして男性の皆さん、女性の話ってちょっとあちこちに話が飛ぶので相槌しにくいとおっしゃいますよね。例えばもう昨日レストラン行った、レストランすごい美味しかったの。あ、そういえばさ、庭のバラの花つぼみできたの知ってる？ねえうちの猫ちょっと今日具合悪いみたいなの。女性の話ポン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 、はい、脈絡ありません。でも優しい男性はそのためになんかアドバイスをしようとか解決策を考えようって思って、それを言うと、あなたって人の話聞いてないわね、怒られてしまうんです。ですから解決策もアドバイスもいりません。ただそうだね、うんうん分かるよ、そう言って聞くだけで大丈夫です。そして女性の皆様、男性の話って過去の成功体験や自分の自慢話多くないですか？居酒屋さんとかでよく隣の会社員の方が、俺若い頃すごくモテたんだぜみたいな話をしてるの聞いた時ありませんか？そうなんです、男性は自分のそういう話をして自分の自信を取り戻します。ですから、あなたその話もう5回目、あなたってその話しかできないのね、そんなこと言わずに、あなたのすごいのね、あなたってかっこいい、まあ聞いてなくてもいいんです。ただその相槌を打つだけで十分ですので、ぜひそうやって聞いてる姿勢を見せてください。
クイズ形式で話をするきっかけをつかむ、そして相槌で話を聞く。すると夫も、あれ妻って俺の話聞いてくれるから妻と話すと楽しい。妻の方も家に帰るとなんかすごい楽しい、夫が話聞いてくれるんだもん。だって女性って話はもうストレス解消なんです。ですから女性の話が脈絡なくてもいいんです。もうただ話を聞いてくれる、それだけで幸せなんです。ぜひ女性の話、男性の話聞いてください。そしてお互いが話をするのが楽しくなってくれば、今は夫婦の会話時間が10分以下だとしても20分、30分、40分どんどん増えてきます。そして会話をするたびに愛が育まれるような、そんな関係になれたらいいと思います。人生100年だからこそ、せっかく出会った夫婦、そして幸せに会話を楽しんで暮らしていけたらといいと思っています。もちろん私も今ダメな状態なので、これから皆さんと一緒に頑張ります。ご清聴ありがとうございました。浅野さん、ありがとうございました。はい、ではここで審査員の方の好評をいただきたいと存じます。赤石英二様、よろしくお願いいたします。はい、ビジネス祭の赤石です。石田さん、浅野さん、ご苦労様でした。非常に楽しい面白いお話でした。まずですね、石田さんのもうプロのアナウンサーを前にして、私仕事機は何を公表してすればいいのかというですね、大前提はあるんですけども、まずはじめにラジオのね、野球の実況中継の話聞かせていただきましたけど、本当に自分がまだ若い頃って本当にあんな感じでですね、テレビが早くプロ野球中継が終わっちゃって、その後どうなるんだろうなって、球界の表やらの攻防ですね、まさに当時の状況でラジオを聞いてワクワクしながら聞いてた雰囲気を思い出しました。本当に素晴らしいですよね。今なんていうんですか、ビジュアルでね、ものを見せるとかっていうのが流行ってますけども、分かりやすいんだけど、言葉の力だけでその情景をね、瞬時に相手に伝えるというか、イメージさせるっていうのはすごい才能だと思うんですよね。で、初めにこれはじゃあ石田さんだけのプロの世界だけの話かなと思って、よく考えてみると、これビジネスにも結局転用できると思うんですよ。お客さんだとかプレゼンするときに、結局お客さんと例えば自分が話をしながら、同時に頭の上で一つの同じ絵を見られるかどうか、それに基づいてこう進められるかどうかっていうのは非常に大事だと思うんですよね。そういう意味で言うと、ぜひ石田さんのそういうトークというか、まあ、ストーリーを作るということも含めてですね、そういったものは石田さんのフィールド以外でも新しいフィールドを開拓できるんじゃないかなっていう、個人的にはそんなふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。それから浅野さん、はい、ありがとうございます。浅野さんのお話もですね、別の意味で私は審査員というよりも個人カウンセリングを受けているような感じでですね、ずっと聞いておりました。私も57なので、おっしゃるようにですね、非常にもう今の季節という隙間風というかですね、北風がピューピュー吹いておるんですけども、とにかく自分の方からね、やっぱりコミュニケーション大事だと思うんですね。全く 120% おっしゃる通りです。やっぱり自分が話しかけなきゃいけないですし、逆に忙しいのに話しかけられると、もう勘弁してくれよと、相槌でですね、本当に聞いてない素振りを 120% 出しながら、それがさらに火に油を注ぐような感じでですね、ただしやはりまあ、人を変えるというよりも、本当は女房と一緒に聞けばよかったんですけど、まず私が聞きましたので、私から変えてですね早速今夜から実践 できればいいかなと思います。本当に浅野さんのお仕事ももっともっと世の中に広まるといい社会になると思いますので、広めてください。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。赤石様、ありがとうございました。石田さん、浅野さん、ありがとうございました。はい、では続いてまいります。第3グループ5人目の方は高松瑞希さんです。10分間のタイトルは7分間で生き様を語る、今日から弁士になりませんかです。高松さん、お願いいたします。雄弁衰えて
正義劣る。雄弁は世の光である。これは明治43年2月に発行された雑誌雄弁の冒頭の一部です。実はこの雑誌大人気で発売日に完売しました。なぜか、実は当時日本中のほぼ全ての中学校高校に弁論部があったんです。まさに時代は弁論ブーム。それから100年以上経った今、私はこの弁論の魅力や価値を広める、そんな活動をしています。弁論の弁に武士の士と書いて弁士、弁士道研究所高松瑞生と申します。よろしくお願いします。さあ皆さん、弁論と聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか。はい、弁論とは何か、まずはこの会場にいらっしゃる500名の皆さんに今弁論をやってもらいます。はい、あ、大丈夫、そんな緊張しなくて大丈夫、すごく簡単ですから。はい、私がこれから質問をするので答えてください。いきますよ。はい、今月クリスマス、はい、クリスマスに皆さんの家にサンタクロースがやってきます。さあ皆さん、何が欲しいですか。想像してください。サンタクロースがやってきます。新しい車、時計、株価、土地、ちょっとどんなんですかね、考えてください。それが浮かんだら、それを大きな声で私に教えてください。いきますよ。はい、もしサンタクロースが来たら、私はせーの、おー、ドラえもんって聞こえました。じゃあ、ね、今のですね、ちょっと10倍ぐらいの声でお願いします。でポイントは大きな声で感情を込めて言ってください。こう丸々が欲しいっていう、悪い例はこう車が欲しい、時計が欲しいじゃなくて、もう車が欲しいみたいな、時計が欲しいと本当に叶うような気持ちでお願いします。いきますよ。はい、サンタクロースが来たら、私はせーの、はい、10倍でせーのありがとうございます。はい、ちょっと皆さん今、はい、今自分がどんな顔してるか分かりますか。ちょっと左右前後見てください。どんな顔してますか。すごいニヤニヤしてますよね。はい、はい、私からはですね、500名の笑顔が見えております。はい、やっぱり自分の好きなことを大きな声で言うって楽しいですよね。実は弁論ってこれと一緒なんです。弁論では7分間という制限時間の中、好きなことを語ることができます。まあ、文字数で言うと1600文字程度、まあ、ツイッターで言うと12ツイート分くらいです。しかも今皆さんは何が欲しいという願望を言いましたが、もしこれが過去の原体験や未来のビジョンを語ったらどうなるでしょうか。そう、聞いてる人の人生も変えるんです。私が今日この舞台に立っている目的はただ一つ、この会場から一人でも多くの弁士を見つけることです。そして誰もが年齢に関係なく自分の生き様を語る、そんな社会を作りたいんです。ここで、皆さんに残念なお知らせがございます。私の講演時間残りわずかですが、誰でもできる3つのポイントですとか、今すぐ話し方がうまくなるテクニックといったものは一切ございません。はっきり言います。私の弁論講座すっごく厳しいです。正直社会人の方ももう辛い、無理というぐらい厳しいです。でもこれだけは絶対にお約束します。弁論を知らなかった人生よりも、今日これから弁論をした人生の方が楽しいということ。そしてこの講演が終わった後、もっと弁論を知りたい、弁士やってみたい、そう思うことをお約束します。それではとある弁士の物語をご紹介します。彼女は幼い頃から人前で話すことが大好きでした。いつもこの国を変える、この日本を変えると政治家のモノマネをしていました。でも皆さん、日常生活の中でこんなステージに立ってスポットライトを浴びて大勢の前で自分の思いを語る、そんな機会ってあるでしょうか。ないんです。だから彼女は15歳になった時、弁論部がある高校を受験します。弁論大会のルールは至ってシンプル。1、マイクの前で自分の思いを語る、テーマは自由。2、審査員が論旨60点、
表現40点、合計100点満点で採点する。3、順番が決まって勝ち負けが決まる。そのシンプルなルールです。これがすごく難しいんです。まず、この7分間の原稿、一文字も無駄がないようにするために、たったこの5枚の原稿用紙に最低3ヶ月間から6ヶ月間かけるんです。何十回も何百回も書き直します。そして迎えた本番、他の高校生弁士たちすごい上手いです。原稿を見ません。だけど原稿を見ないけど暗記じゃないんです。暗記の向こう側に行ってるんです。はい、もう言葉が血肉化して一体化してるんです。そして終わった後、楽屋裏に行くとみんな泣いてるんです。なんでかっていうと、あの3段落目の2行目噛んじゃったとか、あそこのまあ3秒のとこ2秒にしちゃったとか泣いてるんです。それぐらい言葉にリスペクトを持ってる、そんな人たちが弁士っていうんです。だから彼女は思いました。いや、今の時代スマホの画面タッチするだけで世界中に思い発信できるのに、ここまでアナログな言葉というものにこだわっている、こんな競技素晴らしい、そう思って彼女は全国各地を駆け巡り弁論の魅力を広めたんです。その結果、今では、企業研修ですとか講演会の依頼をいただいて活躍しています。そして今日このステージに立っています。そう、私です。はい、私です。でも決して私が特別な才能があるとか人脈がすごいってことは一切なかったです。でもこれだけは言えます。私はこの9年間弁士としていつ何時も話す瞬間ではなくて話す前と後を大事にしてきました。話す前に本当に自分が言ったことなんだろう、向き合って腑に落ちる言葉を選んできました。そして話した後、自分の言葉通りに生きてきました。それを繰り返してきました。弁論すること、それはゴールではなくて点でしかない。つまりそのプロセスで精神性を高める道なんです。書道、華道、茶道のように私は弁論道と名付けました。弁士道です。さあ、皆さんにここでもう一つ質問です。なぜこんなに古くて難しくて時間のかかる弁論というものが今企業研修でニーズがあるんでしょうか。一つ弁論のメリットをご紹介します。弁論って実は自分の殻を破る、そんな言い訳になるんです。はい、皆さん毎週金曜日仕事終わり、いつもの居酒屋に行って3500円から5000円の2時間飲み放題コース、そこで何を語りますか。会社とか家では言えない愚痴を語ったりとか、お酒を言い訳についつい本音を語ったりとか。正直私は学生の頃企業研修の講師をしてショックなことがありました。それは40代50代の方がこう笑うんですよ。いや、もう年だから夢なんかないよって。でも違うんです。夢はあるんです。夢がないから語れないじゃなくって、夢を語る場がないから夢がなくなるんです。だから私は年齢制限なしの弁論大会を今広めています。私はこれからも弁論活動を続けていきます。でも研修講師で終わる、そんなつもりはありません。まずは実績を残す、そして自分のような弁論講師を増やします。そして私がいなくても弁論が広まる、そんな仕組みを作っていきます。そして自分に時間ができたら、私は弁論の漫画を描きます。アニメ化、映画化したいと思います。そして雄弁学者を読んで、私は令和時代の雄弁学者になります。私たちが100年後に残せるものって何でしょうか。お金、事業、思想、いろいろありますが、内村鑑三は言いました。誰でも残せるもの、それは勇ましい高尚なる生涯だと。皆さんも今日から弁士になりませんか。自分の生き様を7分間の弁論として残すために。ありがとうございました。高松さん、ありがとうございました。さあ、続いてまいります。6人目の方は池田拓也さんです。10分間のタイトルは日本ワインと SDGs、 持続可能な開発目標です。池田さん、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日はですね、この SDGs、 これ今ちょっと大きくしたんですけど文字読めない方、動画をご覧の皆さんもそうなんですけども、これ SDGs をご存じない方はですね、今スマホ立ち上げていただいて結構です。SDGs ぜひ調べていただいてロゴと入れていただくと、で国連の SDGs ポスターロゴというページがすぐ出てきますので、それクリックしていただくとこれが出てきます。でその画像をクリックしていただくと大きくできるので、ぜひ、ね、この画像を見ながら、ね、ちょっとお話していただければなと、あ、お話、私がお話させていただければと、そうですね、すみません、結構今日緊張してるんです、はい、というわけでね、この SDGs ざっくり何だろうかっていうところでお話させていただくと、これね、ここは自然環境、自然環境ね、いろいろ今問題ある、その対策をしましょう。そしてここ世界中の全員です、すべての人がおいしいものを食べたいときに食べられる世の中、そして教育を受けられたり水が飲めたり文化的な生活、そして差別のない明るい社会、その上に成り立つのが経済の発展、産業の発展ですよという意味です。と言っても今ピンとこないと思うので、本当は一番最後に言う言葉なんですけども、僕が思うこの SDGs って何かって言ったら、困ってる人がいたら手を差し伸べてあげる、そして頑張ってる人がいたら応援をしてあげる、そしてさらにできるならば手を取り合って共に歩んでいく、それが SDGs じゃないかなって僕は思っています。そこで、私はソムリエという職業なので、ワインにおけるそのね SDGs をお話しさせていただきたいなと思います。栃木県足利にココファームというワイナリーがあります。2000年の九州沖縄サミット、2008年北海道洞爺湖サミットで採用されたとても素晴らしい品質のワインを作るワイナリーなんです。このワイナリーのスタート地点は実は知的障害者の支援施設試み学園というところなんです。この施設を設立したのは川田昇さん、中学校の特殊学級の先生で、この先生は卒業していく子どもたち、中には就職できない子どもがいる、この子どもたちに何かできることはないだろうか、この子どもたちと共に歩む道はないだろうかと考えたのが農業を基盤とした施設でした。自費で設立しました。公共のお金を一切使わないんです。農業ですので農地が必要、しかし農地は高くて買えない、買えたのは急斜面の山林だけです。その山林でさえ親兄弟にお金を借りてやっと買えたんです。そしてそんな急な斜面ですから植えられるのはブドウだったんです。障害者の子どもたちは軽度な方から重度な方までいろいろいらっしゃいます。軽度な方はブドウを手入れをしたり、あるいはワイナリーの手伝いをしたり、できる作業は多岐にわたります。しかし IQ が30以下になると石を拾うのもやっと、草をむしるのも精一杯、それもできない子はブドウ畑をただ走り回るだけ。そんな走り回る人に川田先生は風に吹かれる係と名付けたんです。一人一人が一役一役毎日毎日作業をして、秋になるとブドウが収穫できます。そんなある年、秋非常に天候がよく、山一面ブドウがたわわに実り、そして完熟し、いよいよ収穫という時にカラスに襲われ大打撃、ほぼ全滅になったんです。しかしある一方の山にはカラスに被害がなく、ブドウがたわわに実り収穫することができたんです。その場所は風に吹かれる係が毎日走り回っていたから、カラスが寄りつかなかったんです。風に吹かれる係は肝心要のブドウの番人、大役をこなせていたんです。ワインを醸造しているのはブルース・ガットラブさん、アメリカ人です。カリフォルニアでワインのコンサルタントをしていました。日本からの依頼は断るつもりでした。しかし話を聞くと、知的障害者の子たちが育てるブドウでワインを作る、福祉、ワイン、この関連性に衝撃を受けて、
日本に半年だけやってくることになりました。6ヶ月が過ぎ、ブルーさんは一度帰ります。しかし心残りにあることがあったので、もう一度戻ってきました。以降30年ずっとこの日本でワインを作り続けてくれています。ブルースさんは北海道にもブドウ畑とワイナリーを持っています。非常にこの豊かさを守る自然な農法でワインを作り、そしてワイナリーはワイン農家さん、さまざまな小さな全土北海道中の農家さんたち自らが収穫したブドウを運び、そして自らがワインを作る、そんなスタイルの、カスタムクラッシュというものを、ね、やっております。北海道は広いです。余市町、仁木町、蘭越、こうね、こちらの方ですね。そして浦臼町で岩見沢、砂川、滝川、宇多市内、そして、どこだっけ、東川、名古屋、そして、上富良野に帯広というね、全道各地のねブドウが、皆さんワインを作ってるんですが、同じブドウ品種でも土地が変わると風味が変わるんですよ。そしてブルースさんは本当に世界に誇るだけの技術を持ったワインの醸造家なんです。ですから本当に個性豊かなワインが作られるんですが、まだまだ少量がなんです、ワインが作られない。それは土地が狭いとか技術がないとかではなくて、ブドウは自然な農作物なので、そのブドウがたくさん、質のいいブドウがたくさん実るのには100年かかるんです。そのことをブルースさんも農家さんたちもみんな知っています。つまり自分の人生の中にはゴールはないんです。ゴールは100年先ですから、次の世代、その次の世代に初めて達成できるゴールなんです。それを分かっていながら未来のために働いている人たち、未来のためにワインを作る人たちが北海道にたくさんいるんです。そういう姿を見て私は思うんです。100年後、北海道は世界に名だたるワイン産地になっているんです。世界中からたくさんの人たちがワインを求めてやってきます。ここで結構僕がワインの話をすると、いや僕ワイン飲まない、お酒飲まないという方がいます。関係ない、実は全ての人に関係あるんです。この自然的な農法ではブドウを作り、そして農業の、農業の、高付加価値化、そして雇用を生みます。そしてワインを来る人たち、ワインを飲みに来る人たち、公共交通機関を使い、そしてホテルに泊まり、そして飲食店でご飯を食べて、どっかの観光地にまたもう一個行ったらそこでお土産買って帰ってくるんです。ワインだけの話じゃないんです。この話は日本の未来、日本の産業、日本の未来の文化の話をしているんです。皆さんにはまだ気づいてないかもしれないけれど、皆さん今年感動したものがあるんです。ラグビーです。皆さんラグビーそんなに詳しくなかったはずです。でも今年ルールを知り感動したじゃないですか。100年後はワインで感動する時が来るんです。そのために今自分たちの命を使っている人たち、僕はそれを目の当たりにしてるから伝えたいんです。ああワインね、知ってるよ、ワイン北海道のは高いよね、軽々しく言ってほしくないんです。もちろんチリのワインは安くて美味しい、それは分かります。でも今100年後のために生きている人たちなんだと思えばどうでしょうか。応援していただけるんじゃないでしょうか。そして100年後はワインというアルコール飲料という意味だけではなくて、農作物であり、そしてそれぞれが地域の名前でワインが売られ、その地域の産品として、そしてその町には都市からたくさんの人が来、まさにこの SDGs そのものが北海道のワインと言っても過言ではありません。なんかいつもワインの話ばっかりして私興味ないという方いますけど、今日はぜひですね、100年後の未来、日本の未来だと思って聞いていただけたら幸いでございます。今日も参加できましたこと本当に感謝しております。どうもありがとうございました。はい、池田さんありがとうございました。それではお二方が揃いましたところで、審査員の方にご好評をいただきたいと思います。順番、神山明様よろしくお願いいたします。はい、高松さん、池田さん本当にお疲れ様でした。
大変緊張されたんじゃないかなと思います。いつももっと多分おそらく熱弁を振るわれているお二方なので、まあ、今回この場で500名の方、まあ、緊張してね、多分皆さんもお話しされた中であったんじゃないかなというふうに拝察しました。で、最初に高松さんのお話を伺って、やっぱり本当に弁士の仕事をやってみたいなっていう気持ちになりました。いや本当に気持ちが伝わるんですよね。みんなにそういう弁士の仕事の醍醐味というか、自分の人生を7分間で語るその大切さっていうことを伝えたいっていう思いが本当に伝わってくる素晴らしいお話だったので、多分この中にも高松さんの弟子入りをですねされたいと思う方たくさんいるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、池田さんがなんかされたいって言ってましたけど、もういいんじゃないでしょうか、池田さんはね。もうでも本当に素晴らしいなと思いました。で、私もやっぱり自分自身の人生って振り返った時に何もできてないなっていうことだらけなんですけど、小さなことからね、何か自分で発見して話せることがあるかなということを、まあ、今日改めて話聞いて思いました。で、本当にいろんな方に勇気を与えるプレゼンテーションありがとうございました。感謝いたします。それと池田さん、いや本当に今知的障害の方々で本当にですね苦労されている方、何よりもその親御さん方が本当に今苦労を皆さんされています。まあ、先日も痛ましい事件が沖縄でありましたけれども、やはり知的障害者の方を残して亡くなられるご両親とか、まあ、そういった方々が一番やっぱり考えるのが、この子たちがやっぱり仕事をして生きていける世の中、これを残していきたいっていうことだと思うんですよね。で、今回そのワインの話からまあ通じるものがいただいたんですけれども、まあ、SDGs の話もありますが、何よりもやっぱりそういった知的障害者の方が本当に役割を持って働ける世の中、まあ、こういった優しい世の中を作るのがこれから100年後の日本じゃないかなと。その向こう側に、まあ、北海道の美味しいワインがね、本当に楽しめるような人たちが増えていったら、本当に日本って素晴らしい国になるんじゃないかなっていうことを、まあ、池田さんの熱弁をお聞きしてですね、本当に感じました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、北海道にね、本当に皆さん拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。本当に健常者の方も知的障害の方も仲良くですね、明るく暮らせる100年後、そして美味しいワインが北海道で全世界にね、飲んでいただける、そんな未来を本当に池田さんのお話聞いて見ることができました。今日は本当に来てよかったなと思います。ありがとうございました。はい、神山様ありがとうございました。高松さん、池田さんありがとうございました。キシートとドレスのような感じの2人ですけどね。はい、まあ、はい、どうぞ。早いです。はい、6名終わりまして、なんとここで前半戦終了ということです。はい、会場の多くの皆さんに見ていただいていますが、早速会話はクイズがいいって言ったので、はい、はい、石川さんにクイズです。はい、はい、インターネットでご覧いただいている視聴者の方、はい、覗いちゃダメです。はい、はい、14時20分現在、はい、どれくらいいらっしゃると思いますか？ネット、まあ、自分の YouTube チャンネル登録してくれてる方は600人なんで、ちょっと宣伝しましたけど。本当です。そんなこと聞いてないです。1万人ぐらいですかね。1万人くらいですかね。はい、ちょっとそんなに軽く見てもらっては困ります。あ、どれくらい？いいですか？はい、はい、なんと皆さん3万人を超えました。そう、ウォッという歓声ありがとうございます。素晴らしい。そうですね、そうそう、はい、まあ、もう帯広の人口の3分の1はみんな見てると。そうなんですね。まあ、沖縄の方も見てくださってるかな。そういう感じですね。そうだそうだ、まあ、ね、私たち、はい、昭和コンビダメかもしれません。はい、北海道と沖縄だけで考えちゃいけません。はい、はい、インターネットは全国？全国じゃないでしょう。全世界？そうです、そうです、そうです。それくらい見てくださってるっていうことですよね。先ほどが俺間違えたら叩かれてるんで、もう何回も叩かれてるんですけどね。余計なこと言って叩かれるんですけどね。あと、はい、ちょっと唯一ですね、今台本通りずっと喋ってる、今のは台本じゃないんですけども、ずっと台本通りシナリオで喋ってるんですけども、唯一フリーで喋れる時間がこの1分だけと、はい、
どうぞ思う存分。いや1分間ねゆっくり喋りたいんですけれども、まあ、皆さん休憩も行きたいと思いますけれども、ちょっと言いたいのはというか何かというと、そうですね、聞いてて実践できるところ、ちょっと探していただいて、その実践できるところを探して習慣化しようと思いながら聞くと結構いい感じで聞けて、まあ、審査にも、あれするのかなと、対象になるのかなと思いますので、ぜひそんな形で聞いていただければなと思います。ということでちょうど、はい、フリーの時間は終わりました、はいはいはい、そうですね。それでは恐れ入ります。これより、14時、45分まで14時45分まで15分間の休憩とさせていただきます。後半戦開始の5分前14時40分には恐れ入りますが14時40分にはご着席くださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。それでは休憩時間とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。